で次、アメリカと中国の衝突2020年のシナリオっていう、こういうちょっと物騒な話もあった。これはね、はい、前回、そうです、やりましたね、先週、はい、エコノミストによる未来のシナリオあったじゃないですか。でこれ結構リアルで、ね、面白かったので、はい、内容を紹介しようということでですね、7月6日のちょっと前の 2,3 週間前の記事なんですけど、そこにあった未来、はい、どうなるのかという記事でした、うん。南シナ海で実は軍事危機が起こったというシナリオを考えましょうっていう記事が出てましたね、はい。でこれまさに10月の、驚き、舞台がですね、はい、2020年の10月なんですよ。オクトーバーサプライズ、サプライズ。じゃあ来年の、そうですね、1年、はい、2、3ヶ月後ぐらいですか、はいはい、っていうことですね。あと14ヶ月後ぐらいの話を想定してます。で、大統領選が実は行われていますという時に、なんと南シナ海で航行の自由作戦、パラセル諸島、はい、ありますね、ちょっと海南島に一番近いあたりのこの島ですね、はい、これ地図出せました、はい、これエコノミストの記事そのまま載ってたものをそのまま出すんですけど、はいはい、この辺をですね、まあ、パラセルっていうところ、これウッディアイランドとか一番でかいところあるんですけど、この間をアメリカがその領土だと認めないよということでこう通過するんですけど、中国としては、まあ、彼らの主張ですけど、ここは全部島だから、ここは全部領海だという認識じゃないですか、はい、そこを、USS マッキャンベル、これを実在する、はい、アメリカのイージス艦なんですけど、はい、イージス艦が航行の自由作戦しました、うん、行った時に実はそこで高校の作戦終わるっていう時に、ある時漁船にいきなり囲まれる、はい、でしかもそのマッキャンベルは後ろに実は無人の、潜水艦、はい、無人潜水艇かなんかドローンですねを従えてたらしいですけど、それは捕まっちゃった、はい、うん、でそこを助けに行ったゴンボートで助けに行ったのが、うん、うちの乗組員の一人が韓国系のアメリカ人、はいはい、がいたと言ったそうです。で一応そのゴンボートはなんとかこう出てきて脱出はできたんですけど、はい、うん、その今度はマッキャンベル自身がこううわーっとこう他の漁船とかに囲まれて、はい、うん、立ち往生して13日間過ぎてしまった、はい、10月ここに始まったんだけど、はい、10月22日までずっと取り置かれてしまった、イージス艦がね、はい、イージス艦が、うん、でそれをトランプがどうやら、まあ、選挙中なんだけど、うん、一応なんとか裏取引して、なんとか、ね、解放してくれっていうことで、うん、最初にその韓国系の彼が、うん、まあ、一応捕まってて、うん、一応メディアにも向こう出てきたんだけど、うん、一応それが、まあ、解放されて、うん、まあ、船もめでたしで一応逃げたんだけど、うん、これによってはっきりしたのは、うん、結局もう航行の自由作戦はアメリカができなくなったということを世界に印象付けてしまったと、うん、こういうことが話なんですよ、はいはい、うん、でこれ問題はですね、これトランプも言いそうなんですけど、このパラソル諸島の、はい、これキムなんとかさんっていう人らしいんですね、はい、うん、このキムを返せって とにかくトランプは言うんですよ、交渉する、そう、中国側に対して、はい、メディアとかで、うん、キムを返せ、うん、だがキムは信用ならないっていう、トランプは言いそうなことで、言いそうでしょ、だから要は韓国系のアメリカ人で、はいはい、アメリカ軍の中で働いてた人間だろうけれども、はい、そういうふうなことをつい言っちゃう人っていうことだよね。そういうキャラ設定もしっかりできてる、はいはいはい、この人これ面白いことやってるなっていう話ですね、うん、はい、で、まあ、そういう形で、まさにトランプ言いそうなっていうね、はい、だから本当に自本キムっていうということで、そういうことです、その、はい、トランプが、はい、まあ、解放されて、はい、来たけれども、そうですね、よかったよかった、こういうことが分かってしまう、はい、で大統領選がですね、はい、これ面白いんですけど、はい、大統領の最終ディベートが、うん、ハリス上院議員とやってるっていう、はい、なるほど、はい、カメラハリス上院議員と一緒にやってる、はい、ただ、はい、トランプがハリス上院議員に対して、うん、お前は随分アメリカに対して随分厳しいこと言うから、うん、中国に金もらってんだろというふうに疑惑をかけるという話でございます。わかりました、はい、まあ、そういうことなんかも先週も出たし今週も出たんで、はい、っていうことで、そうなんですよ、未来をだからそのこういう形で起こるだろうなっていうことを、うん、まあ、我々こういう未来戦記っていうのはいっぱいありますけど、うん、日本報道のメディアがやっぱり、例えば日本の新聞社がこういうその、はい、日本と韓国がぶつかったらとか、そういうのは全然やらないですよね、やらないですね、なんかこう日本人がシミュレーションしないっていう、こういう、それ一つの問題であります、ね、うん、一つの問題があります。なんかその未来予測をそうバカにしますよね。バカにしてます。我々未来予測で CD も作ってるぐらいですけど、大事なんですよ。すごく大事ですよね。大事です、はい。これがもう人生を変えるっていう可能性もあります。タラレバのシミュレーションですか。もうアメリカは好きですね。昔からその、はい、ウォーゲーミングもいっぱい、うん、まあこれアメリカがウォーゲーミングって始めたんですけど。はい、
シミュレーション的な記事っていうのは、日本の新聞社ではなんかこれからそうなるっていうのはあんまりそういいないかな。日本人の想像力の欠如という問題もありますよね。あ、まあ、これ丸さんの分析ですか。想像力をバカにしてるというかね、想像力で。あと2番目が、未来予測を無駄なことと思ってる。あ、単なる予測でしょって、これはたらればでしょって言って、結構そういう人多いんですよ。ありますね、うん、なんかこう来年のこと言うと鬼が笑う的な、うん、なんかありますよね。そう、はい、タヌキの川山王的な。そう、なんかたらればでしょっていう、なんかね、ちょっとおみくじ好きなくせに、うん、なんかその辺を真剣に、うん、その、うん、もしもの話しちゃってもしょうがないじゃないみたいな感じになるっていうね。あと中国を刺激しちゃいけないと勝手に忖度してると、ね、それはまあ、はい、これもメディアですね。まあまあまあ、これ分からんでも、それはカナダもニュージーランドも、はい、まあオーストラリアもある程度、そうですね、まあ、オーストラリア最近攻めてます、はい、まあ、これちょっと4つ書いてるんですけど、はい、あともう一つは奥山さんが言ってた、これ僕は、はい、前々から常に思ってるアイデア産業がない、はい、いや、やっぱりその僕この間ワシントン行ってもそうですし、はい、うん、まあ、グリゲールって人にもインタビューしてもそうだったんですけど、はい、うん、基本的にアメリカはそのアメリカはとかってすごいなまっちゃうんですけど、そのすごくこのアイディアに、新しいアイディアに対してすごくオープンですよね。そのアイディアでその解決していくんだっていうところに対して の、 その前向きな姿勢っていうところは非常に見習うべきであるっていうのは僕は思います、ね、アイディアで何かがすごく劇的に改善するかもしれないんだったら、アイディアが一番いいじゃないかと、うん、それが一番みんなが楽だし、うん、最後それがそのアイディアに、うん、価値を見出して称賛するっていう文化がないって。日本はそのアイデア、いいアイデア出しても、うん、褒められないっていうか、ありますね、あんまりね、その情報をに金を払わないとかね、はいはい、その価値を分からないっていう、うん、そこに価値を見出せないっていう人がいるから日本って弱いんじゃないのっていう、最近ではね。あと今日僕やっぱりルートワークと話してても、はい、うん、思ったんですけど、うん、そのやっぱりアイディア産業がやっぱりアメリカはもう確立してて、そのルートワークみたいに本当にアイディアで生きてる人っていうか、はい、まあ、彼の場合単なる思いつきじゃなくて、本当にその歴史のかなりの細かい例をかなり知ってて、はい、そこからいろいろ持ってきてアイディアをそのペンタゴンに提供してるっていう人なんですけど、はい、でアイディアにお金を払わない日本はね。そうそうそう、いやー、ペンタゴン払ってますね、はい、あれすごいですよ、うん、NHK には払ってるぞってそれは N 国のね、 N 国それをそう、とりあえずやってみようはないかもしれないですね、はいはい、うん、そう、あ、バブルの頃まではそのあたり寛容だった、それは分かりますね、うん、はい、分かりますね。やっぱ本当にそのアイデアを大事にするとか、うん、未来予測で足らればとか、うん、そういうその何ですかね、そういう話をいっぱいするようなカルチャーにしたい、したいですね、したいですね、はい、まあ、ごく一部そのやっぱりネット関係の会社とかその辺はやっぱりその辺敏感じゃないですか、うん、アメリカがどんどん新しいものを仕入れようと、僕は割と社内では言ってますよ、こうでこうでこうだったらどう思うとか、あ、こうでこうでこうだったらどう思う、まあ、しょっちゅう話してます、ね、シナリオプランニングの話ですね、はい、いや本当それですよね、うん、なんかこう未来的にこうなったら どうなるっていうところをですね、はい、いっぱい言って、まあ、例えば今回もルトワークも話してたのはその AI の話をすごい彼自身はこう言ってたんですけど、はいはい、驚くべきアイデアをやっぱり持ってきてて、まあ、ちょっとここまで言えないんですけど、わ、ね、かりました、はい、いや、うん、すごいなという、でそれでやっぱりああなるほどなっていうことを言わせるだけの、うんうん、彼はトレーニングもしてるはずですし、それだけの歴史的な知識持ってきてやっぱ喋るん で、うん、はい、でそれをやっぱり活用してる政府が、まあ、アメリカにあるっていうところで、ね、はい、すごいなと思いましたね、はいはい、いや日本も本当はもっとそうなってもらいたいです ね、アイディアをどんどん出す、社長のたわごとに付き合わされる部下の気分ってなるほど、それはありますね、俺はこうやってこうでこうでこうなったらこうなるだろう、はい、どう思う、まさかお前らテープ回してないだろうな。そっちですか。ファミリー。俺たちはファミリーなんだ。まあ、子供としてはやっぱり親がそういうこと言ったら正しいこと言わなきゃダメじゃないですか。戦略系のことをちゃんと勉強したいなというふうな人のために番組やってるんですけれども、はい、CD 授業としてね、CD をやってまして、はい、それは戦略の階層から入って、はい、戦略の勉強をしていただけたらと思ってますけれども、はい、ぜひここからスタートしてですね、未来予測と戦略 CD とかになってますんで、ぜひ、そしてリアリスト入門
それからルトワックの一発逆転の非常識な成功法則、戦略三部作のクラウゼヴィッツ戦争論、そちらもね、これもあの、はい、日本では誤読されておりますので、はい、で地政学これは日本にはないです、はい、はい、それから孫子の兵法、これもちょっと、はい、いやいや日本のは誤読されてる、はい、ということで、はい、ちゃんと解説をしているのがありますので、はい、ぜひ聞いていただけたらと思っております、はい。